バロンベー・ラミは、ユーゴスラビア、コソボ自治州、コソブスカ・ミトロビツァ出身のサッカー選手。元スイス代表、ジェノア CFC 所属。ポジションは、MF、DF。アルバニア人である。妻は、アルペンスキー選手のララムート。フィオレンティーナ時代両親と共に、コソボ紛争から逃れるためスイスのティチーノ州にある、ショート市、スタビオに亡命した。 ユース時代は、地元の FC スタビオ、FC キアッソ、FC ルガーノでプレーし、2003年にルガーノでプロデビューを果たした。目立った存在ではなかったが、将来性は高く評価されていた。2004年にイタリアの古豪、ジェノア CFC に移籍。セリエ B に所属する、このクラブに移籍すると、2003から04シーズンは24試合の出場を果たし、 才能の片鱗を見せた。さらに翌年の2004から05シーズンには、レンタル先のエラスベローナで評価を高め、イタリア国内でも、期待の若手の一人と認知されるようになった。セリエ B の一連の活躍が評価され、2005年に、セリエ A の SS ラチオに加入すると、すぐに、中心選手となった。同年に、A 代表デビューも飾っている。2007から08シーズンは、 ロレンツォでシルベストリの台頭によって徐々に出場機会が減ってきたこともあり、2008年7月23日にイングランドのウエストハムユナイテッド FC に移籍した。2011年1月26日、アッコフ・フィオレンティーナに移籍。3シーズンぶりのイタリア復帰となった。2012年7月16日、チームメイトのアレッサンドロ・ガンベリーニと共に、 SSC ナポリに5年契約で移籍。2014年8月3日、ドイツ分でスリーガのハンブルガー SV へ2017年6月までの3年契約で移籍した。U-18、U-19 代表の時代から主力選手でトランクイロ・バルネッタ、フィリップ・センデロスらと共にゴールデン・エイジの一人として活躍した。 A 代表デビューは2005年10月8日に行われた2006年 W 杯予選フランス戦。バルネッタやセンデロスは1年先にデビューしていたこともあって、やや遅れを取る形になった。ドイツ W 杯予選プレイオフでは、トルコ戦ではスイス代表の W 杯出場に近づける自信初得点を挙げた。また、ユーロ2008では初戦の先発はサイドバックだったが、 その後は右サイドハーフとしてグループステージ3試合すべてに出場した。南アフリカ W 杯ではチリ戦で退場処分を受けチームもグループステージ敗退に終わった。2018年8月7日自身のツイッターにおいて代表引退を表明した。ブラディミル・ペトコビッチ監督から構想外と告げられたことと政治的な理由が要因とされている。 ありがとうございます。